もしもーし。もしもし。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。今電話大丈夫？はい、大丈夫です。あ、あのちょっと休みのとこ悪いんやけどさ、今日なんか予定あんの？はい、いえ、特にないです。ない？ちょっと3時間ぐらい、はい、4時間ぐらいくれる？お説教ですか？まあ、それも込めて、で一応ミスター M がもう辞めるでしょ。はい、だから会社内では一応あのほらなんだ送別会はなしにしようってなったけど、やっぱりちょっと最後喋っときたいなと思って、はい、一応俺なりに用意したんよ、はい、で今からミスター M も呼び出すから、はい、ちょっと会社来てくれる？俺一人じゃ心持たないから。あ、わかりました。今からですか？今から1時間ぐらいかな。いける？1時間以内に、うん、了解です。ごめんやで急に。いきます。いい、大丈夫です。ほんでちょっと1個買い物ついでに頼みたいんよ。はい、サンバイズと、サンバイズ、うん、塩と、はい、で北海道100個ぐらい。サンバイズって売ってるんですか？どっか売ってるっしょ、スーパーで。あー、お酢でいいや。お酢、お酢と、お酢と塩と、あと北海道40個50個、よ、張らないタイプの、寒いから張らないタイプのやつ、うん、大きいやつですか、うん、ちっちゃいやつですか？あ、でかいの。あ、ほんでいろいろあるから後で LINE で送るわ。で後で金俺払うからちょっと一回立て替えとってくれへん？わかりました。1時間以内ですよね。うん、ごめんやで。わかりました。よろしく。大丈夫です。来たんじゃん。あ、来ましたね。やばいやばい、意外と早く来たな。お疲れ様です。毎度 YouTube ですか？そりゃそうやろ。一応回すでしょ。説教を公開処刑みたいな感じですか？いや、お説教っていうか、まあそれもあるけど、まあ一応送別会で今年の振り返り、まあ年の瀬といえばでしょう、はい、まあ、一応今日はあのあちらにご馳走を用意しておいたんで。そうなんですよ。これタラバガニめっちゃ高いやつやね、これ。言っとくけど、ちょっと大きさが多分分からへんからさ、手のひらで分かるかな。でかい、めちゃくちゃでかいからね。俺の手がちょうど20センチぐらいやのよ。20センチよりでかいかな。30センチぐらいあるよ。親指より全然余裕ですよ。当たり前。すごいな。すごい。え、これをちょっとミスター M と2人でつまみながら、はい、なんか本音で語りようかなと思ってんけど、最後、はい、なんか量も多すぎるし、これはっきり言って。まあ部長にも来てもらって3人でなんか面白いの喋れたらなと思って、はい、ね、じゃあちょっと準備していこうか。もう M ももうすぐ来るから、ちょっと準備が間に合えへんのよ、はい、じゃあちょっと準備しましょう、はいはい、もうちょっと経つ、はい、暖房器具ありますか？ひらねさんに温めてもらってきましょうか。化粧中ですね。助かりましたわ。ありがとう。あとはミスター M 待つだけやな。しゃ、では待ちましょう。あと30分もしたら来るはず。準備万端。お疲れ様です。
すいませんね、忙しいところ。いい、一緒にちょっとご飯食べましょうか。はい、準備できてるよ。そうです、ちょっと準備手間取ってね。あ、そうなの。はい、あ、まあまあ送別会がてら。ああ、ありがとうございます。ああ、ないよね、ミスしてるっていう感覚がまずないんで、下手な塗装の人の言い訳が多いね。めっちゃさっぱり。それ無視やね。はい。嘘やん。あか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 。じゃあ本当話しながら、これ大丈夫。仕事に対してできない人を分からせるのはすごい結構大事な話で、これ多分結構聞きたいと思う。自分の部下に仕事、あの、サフ塗っても濡れてないとか、マスキングやらしても失敗が多いやつが下についたら、どういうふうに認めさせる、そいつはうまいことやってるっていう風に言って帰るんですか。一生懸命やってるっていうか、俺も言いますし、なんて言うんですか。いや、もうちょっと言います。どういうふうに言うんですか。できてない。いや、もうできてない、見直ししたかみたいな感じで怒るんですか。それでも繰り返したらどうしますか。わかりました。いや、もうそれや、ずっとええっていうか、まあまあまあ教えます。教えるこうするんで。なんでいや気になる、ね、でもどうなんですか、もう怒っ、そういう時に怒った方がいい、相手を気遣いながら伝えるみたいな、うん、いいそうだよ、そうよ、下立ち回る、怒れ、優しく言うてます。言わない。まあ、自分がフォロー。フォローしながら教えて。でですか。いや別に。じゃあ何回も同じミスしてる子に対しても同じようにずっと優しく言いつつ。いや、その状況によってもうか。もう。違う作業させる。あ、させる。うん。とか、するかな。彼女が言ってたよね。結局、センスのないやつは仕事を与えられるから、センスのある子に仕事を送る。で、そいつは給料を引く。ああ。っていう。まあ、もう、そうですね。事件、怖い事件や。実力社会やから、どうしても、どの職業でもな、うちに限らず。できない子にはできる仕事を与えられて、できるやつにはできる仕事を与えられて、そうそうなってくるんで、そこは分かった上で社会に入ってきた方がいいのかなと。特に昔は儲か、あの、景気も良かったし、人口も多かったから、なんかその、分散されてたと思うよ。その辺のリスクが。できないやつもある程度給料もらってた時代もあったの。みんな儲かってた、心に余裕がある。今は、できるやつだけは突飛して給料高いから、で、できないやつはものすごい低いから、その格差ってのがひどいと思う。そうするとできないやつがめっちゃ目につくの、できるやつからすると。だからそれを分かった上でやった方がいいと思う、入ってきた方がいいと思う、ね、若い者って言うと。もうこれ今動画見てる30代40代の人はもう無理、改心するから今更覚悟してもどうしようもない。っていうか見て、俺の話も聞いても分からんと思う。やってますよ、ね、ピンとこない、ピンとこない、それ分かれず給料100万全然いける、5年後。はい、もちろんさっさと行く。なんで笑ってんの。この仕事に未来はありますか。このタイミングで。トイレ。あ、めっちゃうぜ。さっき開いてる。すごいな、この人。チャック開いてるよ。なんて、この仕事に未来ありますかって。はい。すごい。直球来たね。僕24歳で独立して、
まだそれが2004年やったら、これは2010? え、2021年15年前やったら、どこや2007年か、6年、独立して、今15年経って2022年、この仕事に未来はありません。ないないっすね。ないです。ないっすね。根拠は？根拠っていうか、根拠はまず車が減ってる。事故が減ってる。ああ、お車自体も事故ないようになる。車産業自体があれでしょ。下手ってるでしょ。車の新車を売るホンダとかスズキとかトヨタ、日産、マツダ、スバル、あの辺がやっぱ盛り上がらないと、僕らって2次、はい、3次産業なんで、4次産業なんで、やらないのかな、この革新っていうか、その本業の方が儲かんないと、はい、うちらは儲かんないですよ、乗っかり商売。だから親方が死んでるとダメなんですよ。今できることはある。だからどれぐらいの会社の規模と、どれぐらいのその規模感で言ってるかによるね、質問が。あ、だから10年とか100年ぐらい続く歴代の会社作って、はい、100億とか200億ぐらいの会社作りたいんだったら、はい、今の話無理。でも、はい、2,30 人ぐらいで、はい、10億ぐらいの会社やったらいけると思う、全然。今でもそれはで、トヨタでもそうやけど、日産でもそうやけど、もともと車屋さんじゃない母体が集まってる会社やから、はい、ホンダはもう本物やけどね、エンジン作ってやってるから、はい、ああいうような会社を目指した方がいいと思うけどね。もともと車が好きで入った会社で、いろんなことやって、いろんな会社、そういう組み合わせていくような会社。うちも今いろいろやってるやんか、はい、俺だって会社の資本半分ぐらい株とか入れたりしてるやんか。だから板金投資で言うと、その株で2000万とか3000万とか年間で儲けてる会社って多分ないと思うよ。うちは株でもちゃんと回してるし、不動産でも回してるし、だから儲かったお金をいかにその資産運用して、で従業員とか会社を安泰に持っていくかっていうのを考える社長は少ないんじゃないかな。実際俺も矛盾感じんねんけどな、板金塗装でやって儲けた金を不動産とか株とか入れて、そこで資産運用して儲かってんねんけどな、そこでちゃんと。でも銀行から非難5-5やからね。そうなんですか。うん、どんな非難。いや、銀行は金借りてほしいから、お金貸すための機関やから、お金貸してなんもやん、銀行は。貯金なんか何の意味もないから、お互いにとって。金必要でしょ、金貸しますよって、そこそこ儲かってる会社にお金借りてくるよっていうのが銀行やから、はい、もうほんまに単細胞な機関やから、金融機関。でも株とか不動産やってるとローンが通んないんですよ。儲かってる会社にお金貸したいけど、資産見た時に株とかやってると資産が、あの、その融資が通んないんですよ。いい意味でも悪い意味でも。そうなんや。そうですよ。だから株やんなって言われるんですよ。あ、そうなんや。そうですよ。あ、めっちゃ食いつくやん。この話一番食いついた。あ、そうなんや。だけど俺現実やと思うけど、あの健康的な話やと思うけどな。別に金は借りる必要ないのに借りる方がおかしいし、今なんて現金主義やし、銀行がほんまに僕のことを、僕の会社と僕の線の未来とか先見性を持って、この人には未来があるから金貸しましょうってやってくれないといいけど、そうじゃないからね。そこそこ儲かってて、なんか金ねえもん、貸せる枠があるんやったら貸そうみたいな。特に売上が前年比に対してちょっと下が 5% とか 10% とか下がったら、もう速攻で5000万とか6000万とか貸せるんで、もうそこ狙ってバンバン貸してるんで銀行。僕のとこはことごとく断られましたね、全部。そう、断られたというか、あの来て来るんよ、銀行が、うん、銀行から来て、5000万借りれますか、どうしますかって、借りれない、借りようかなって、仕入れもあるし、ベラーリも買おうかなとか言って、
ほんだら無理でしたって、なんで来たのに、わざわざ俺呼んでもないのに、わざわざうちの会社に足運んで現車に乗ってきたのに無理でした、なんでなんだったら、いや株でちょっとめっちゃ儲かってるんで、細田さんから BIC は。でもその保証協会とかそういうところから審査が入った時に全部資産見られるのよ。そうなんや。貯金なんぼで資産なんぼでどれぐらいの利益でって、利益は少ないし、前去年一昨年よりは下がってたとしても、例えば1億とか2億とか株で持ってると、そこで利益がものすごい上がってるんで、5000万とか6000万とか、そうすると金貸す必要ないよねって、そこでパンって切られる。それだけでも、あ、そうなんや。だからまあ単純に言うと銀行に嫌われるっていう一言。マジか。税理士がよく言うのは銀行に嫌われますよ。どうぞ。じゃあ逆に株で失敗っていうか、そんなに利益を出しなかったら、一緒一緒。株を持ってるってことは余裕があるってことだから、だって株に投資するってことは余裕資産やんか。だから1000万あったら1000万運転資金とか、それこそさっき言ったように材料費とかに使うやん、普通の板金として社長って。でも株に入れるってことはもう1000万寝かせれんでやろっていう話。ああ、そう、うん、株って寝かすってことやからね。貯金するのよりすぐに引き出し しにくいし寝かすってことやから、まあ置いとくってことやから、もうそれやってるってことはのが余裕がある、余裕があるから貸せませんって、そういう見方になるらしい。そういう貸しおにぎり、え、はい、うちは今それでバンバン頭打ちしてますね。うん、まあもう全然いいねんけどな、あの株でそれぐらい入れてるから全然。株か、株すごいな。うん、いや株すごいですよ、ほんまに、ね、めっちゃ儲かりますよ。そうなんですか。めっちゃ儲かりますよ。勉強してなあかんね。勉強して、そう言われたら違う。どんな感じなんですか。基本的に言われたな、板金が上がってきた時代で、まあその会社によるんやろうけども、板金パテの上にポリパテ本を打って、上がってきたやつに手直しがある。あの会社によって違うけど、板金屋さんがその作文って、はいどうぞっていう会社もあるけども、パテを作る段階で、はいっていうのもあるやろうし、会社に引き継ぎの段階が違う。そうですね。そういうのも違う。その話でいうと、うち楽な方じゃないですか。だってサフ入れるとこまでやってくれてるから。ほんま言うたら、でも薄くパス入れたいんですよ、自分で一回ポリバテ。あのサフトムーンが結構大変なんですよ。もうだってパテもサフも一緒じゃないですか、飛ぶのは。いや、なかなか大変なんですよね。なんかそういうイメージパテの方が楽ってことか。昔最後のポリパテ、昔からそういう感じや。染みついてるからな。なんやったらもう板金パテからやってもええぐらいかな。その方が楽ってことか、自分はね。まあ人によるんやろし、会社にもよるんやろし。そのな、板金塗装の会社ってもうほんまにその十人十色っていうか、うん、いやほんまにそうですよ、万別なんでね。で別にその
いたもんつけるわけでもないし。いや、分かってますよ、うん、あの板金屋さんに、あの昔言ったら板金屋さんと塗装屋さんは仲悪いって言うけど、うん、もう、うん、別にそんな自分はそんなあんまりそんなん関係ないし、うん、あんま関係ないから、板金悪いやとかそんなん言わへんし。まあでももう36年やってるわけでしょ、職人。そうそう、はい、36年ですごいっすよ冗談抜きで。俺39なんで、もう3歳の時からやってるわけでしょ。生まれてないからね。生まれてない。俺がランドセル背負って小学校行ってる時にはもう一発に言うたら自分でやってたわけよ。それってほんま考えたらすごいなって。うちのね、神も神って言ってるけど、まあ、あの人も神の領域入ってると思うけど、俺はぶっちゃけミスターも俺からすると神なの。もう自分の人生の半分どころか9割以上この職業やってて、俺なんか赤ちゃんみたいなもんやんか、入ってるって。俺なんか20年選手やから、だからこそ尊敬する先輩たちだからこそ、なんていうの、今のこの現状にどういうふうに考えてるのかなっていう、すごい知りたくて仕方がないんですよ。だから今さっきの話じゃないけど、会社が違うよねっていうのはもう俺からするとその分かりきった話で、そうじゃなくって今後どうしていきたいんかなっていうのはすごいいつも思うんですよ。ここ個人個人聞くっすね、先輩方に。ちょうど 2,3 個上の人らが一番分かりにくいんですよ、僕の中で。45から前半、あの45前後かな、そしたらすごい分かりにくい。雇うと。でも一番やり手じゃないですか。やり手なのかな、分からないですよ。どれも一緒に見えるけど。でも自分の年からしたらもう無理よ。あ、やり手って動きがね、うん、たたかちゃちゃこなすけどね、動き的にね。いや、僕は持て余してるイメージありますね。もっと動けんのに、なんかちょっと上の人ら見て甘えてないみたいな。一緒になんか、もっと引っ張っていかなあかんのに、引っ張る能力がない。僕なんかもう全然でめちゃくちゃ引っ張ってきたタイプなんで、うん、年上だろうが年下だろうが関係なく。自分だからしたら逆にもう30代の、もうほんまに、あとの 年代の人。うん、すごいな、もう。いや、そんなん言っちゃあかんすよ。僕らがすごいなって思える人にならない、なってるやん。あ、今のほんまの30代の子、すごいなってほんまに思ったもんね。いや、でも、やっの話がね、面白いから、聞き入っちゃった。ね、話がすごかったね。あれも芯ついてるなって思ったけどな、俺。あ、テレビかい。若い子はそんな話を変屈やって鈴鹿もんな、若い子はほんま何やねん、あれ。俺たちはでも若い子も職人も一緒ですけどね、今までくる。でもあの川、あの、あ、まあ前上げて塗ってね、後ろも上げて塗って、で、ね、ポイントの、ね、ボルト、黄色のなんかペンキ持ってでして、そんな一日何でもやって、そんなばっかりですよ。ほんまに。ほんまにってかぶしてくるんだって。全然機械。だから、そういうのも、だからその思考やと思うんですよ。聞いてや。いやいや、どうでもいい。だから、それを、そういうのを僕は、そういうの分かるんですよ、聞いてて。分かるんですけど、だからそれが嫌で、この業界を変えたい、そういう若い子に、そんなわけわからん仕事をさすんじゃなくて、でもそれも大事な仕事じゃないですか、ボルト塗ったり、ポイント塗ったりするのも、ジャッキ開けて。でしょ、洗車も大事だし、納車も大事じゃないですか。だから、一個一個仕事の大切さを教えないと分かんないんですよ。多分その投げ方が悪い。だから、お前これやっとけとか、ここ潜ってこれしとけとか、その前後が抜けてるんですよ。
いやそうやなじゃなくて、そのこれを今僕はそれが嫌で、その理由があって洗車とか嫌がるやつがおるんですよ、納車とか。でもそれも大事な仕事だよって、それも全部一貫してその会社っていうのはあの組み込まれてるっていうか、組織として全部その成り立ってるんですよっていうのは。で俺の仕事はこれしかせえへんって、飲食でも分かれてるけど、イタリアン料理とかでも俺はパスタしかしませんとか、俺はソースしか作りませんとか、俺はシェフやからこれしかしませんじゃなくて、シェフでも会計やったりとか洗い物やるやつが今勝ち残る時代なんで。わかります？マジか。いやマジですよ、ほんまに。やっぱ何でもできるやつが一番勝つし、さレジせえとは言わんけど、自分から忙しい時は何でもできる人が会社をやれていくし、そういうやつがやっぱり違う業種も手出したりとか、その結局そのなんていうかな、決めつけない、何でも面白い。なんか僕一番面白かったのが、ガソリンスタンドバイト16ぐらいしてる時に、車入る直前ぐらいにガソリンスタンドバイトしてたんですよ。その時に面接来て、そのガソリンスタンドに面接来たんですよ、栄養さんが。そいつがなんかいきなり結構近所の和菓子のもう創業何百年みたいな人の、もう5代目とか6代目ぐらいの社長やった現社長がいきなりガソリンスタンドバイトでアルバイトに応募に来て、面接来て、いやそこの和菓子屋さんの社長じゃないですかって言ったら、いや僕もう6代目でなんかもう経営のことは全く分かってなくて、一回アルバイトしたいなって来ました、ダメですか、いやいいですよって速攻雇って。あそうなんや。でそういう人に限ってめっちゃ客が来たら、なんかそのなんていうかな、その保安室みたいなのあるやんか、休憩室みたいな、そこでレジとかあって、そこで休憩タバコ吸ってたら、みんなで当時タバコ吸われんけど、今はタバコ吸えるやんか。その時はタバコ吸ってたら客がカランカランで入ってくれ、ガソリンに。ほんならなんか誰行くみたいな、めんどくさい、お前行けやみたいな、いらっしゃいませーとかで帽子取って行くやんか、セルフとかない時代から。ほんならもうその社長が率先してくんや、いらっしゃいませーって嬉しそうに、客来たーみたいな、ガソリンまたですか、いや1000円で、俺とかやったら、セーブって言ったら、セーブですみたいな、あキャポッケでーすみたいな、適当にやって、こいつ、ケチいなみたいな、慣れてるからやるんですけど、そういう社長は、もう、セーブですか、はい、定額ですとかやんねやんか、そういうのも若い時見た時に、なんかこいつ、アホかって思ったけど、今考えると分かんねやんか、俺も今はバイトはできないですけど、してもいいかなって思うぐらい、そういうマインドを持って、その、アルバイトから、一回一からやりたい、そういう人に限って、めっちゃ儲けますから。わかります。そうしんどいこともやるし、面倒くさいこともやるし、なんかもう知りたい精神、だからそう決めつけるんじゃなくて、自分の知らん世界から自分から飛び込んでいくやつが勝ちだと思うんですよ。俺多分光みたいになってんな、喋り方。いやいやいいじゃん。